はい、皆さんこんにちは。今日はこちらの iPad Pro 11インチと iPad Mini 第5世代を併用して使って2ヶ月半ぐらいがね、過ぎたんですけども、で、その2ヶ月半で使ってみて気づいたことを今日はまとめていきたいと思います。それではいきます。はい、それでは1つ目です。ミニ5のコンパクトさ正義ということでですね。まあ、やっぱり使ってみてね、とにかくコンパクトで小さくて持ち運びがね、しやすいですよね。で、このように比べてみると、このぐらい大きさの差がありますから、かなりね、やはり携帯性が増したななんていうね、ところで重宝しておりますね。で、持ち出すのに小さいバッグにね、入りますんで、こんな小さいバッグに入れていく期間が増えました。11インチの時には置いていった時でもですね、このミニなら持っていけるっていうねシーンが結構増えたように思います。で、お次、逆にプロ11インチの画面の大きさは正義だということで、こちら同じ写真を表示するとこのようなね違いが出てくるわけですね。かなりやっぱり11インチは迫力があるなっていうねところで、このようにね、やっぱベゼル幅なんかのね、違いもあって、だいぶね、差があって、違うなというね、ところはありますよね。で、このように上から撮ると、このぐらいね、差がありますね。で、お次は、これ、映画なんかだと、で、さらにね、顕著な部分もありまして、で、まあ、両方とも上下がね、切れるのは一緒なんですが、このようにですね、ミニの場合は少しね、もう iPhone XS Max に近いぐらいのサイズになってしまいます。で、このホームページの閲覧なんかについては差があるはあるんですけども、ただ結構ね、ミニの密度がね、高いんで見にくくはないですね。で、これは16対9の動画の画面ですけどもね、他の機種も現行の 12.91 以外がね、ありますが、まあ、このようなね、差があるというね、感じですよね。やはり迫力があります。で、ミニのインターネット共有が使えるということで、これはですね、持ち歩きの機会が増えたということで、iPhone のデータがちょっとね、ギリギリになっちゃったなんていう時にですね、こっちのミニの方でインターネット共有をすれば、使えてしまうということでですね、結構使う機会が増えています。で、お次、iPhone なしで出かけやすいということです。で、これはですね、このミニと iPhone ではなくてですね、iPhone をもう自宅に置いてしまって、で、音声通話の着信についてはもうこのウォッチでいいやっていうね、感じにしてみたりとか、で、あとは LINE なんかについてはね、このミニでね、できちゃいますから、まあ、そういった感じでね、この2台でね、ほぼカバーできちゃうというね、ところです。で、お次、ミニの外観は改めて見てクラシックということで、やっぱりね、この、プロの11インチって結構まあ未来感あるんですけど、まあ、このベゼルのね上下の幅なんかを見るとやはりねこの iPhone XS Max なんか使ってるとちょっとねこのホームボタンありのこの幅の広いベゼルのミニはクラシックに感じますね。で、お次、稀にミニ5のグラフィックスの弱さを感じるということで、これは Life is Strange というゲームなんですけどね、これ、プロ11インチで綺麗に表現されている空がどうもね、おかしくなってるんですね。ギザギザが出たりしていて。で、これがミニ5の方は A12 のプロセッサーですけども、プロの方はね、A12X ってね、やつで、グラフィックスがね、強化されてるんでね、それの差かななんて思ったり、まあ、最適化の可能性もあるんですが、あとはこんな現象もね、たまにミニ5で起きるんで、なんでちょっとね、その X があるかなしの差っていうのが、もしかしたら出てんのかなってことで、同じ現象が、Air の 10.5 インチでもあります。はい、それでペンシルの差ですけども、ミニ5は初代の Apple Pencil しか使えないんですね。そしてプロ11インチは第2世代の Apple Pencil しか使えない仕様になっていますけども、でこの第2世代の Apple Pencil は、マグネット充電なんかの機能のほかですね、ダブルタップっていうのがあってですね、でこちらで例えばペンと消しゴムが切り替えられたりするというね、形になっていますね。で、ところがね、ちょっと誤作動というかね、誤操作が多いんで、私はね、これオフにしちゃってることが多いんでね、まあ、使い方としてはもう第2世代と第1世代変わんなくなっちゃってはいますよね。あとはこの iPad 本体の方ではリフレッシュレートがね違くて120と 60Hz の違いがあります。でこちらノートアプリなんかで、ラフな絵とかですね手書き程度だと、正直言ってねそんなに差は出てこないというねところがありますけども、ただやはりですね、実際の遅延の状況はどうかと思いまして、このスローモーションでね撮影をしてみました。で下がミニ上がプロですけども、結構ねこれ差があるんですね。かなりね下の方はスローモーションで撮ると遅延していることがね分かると思います。結構遅延の距離がね、段違いなんですね。やはりリフレッシュレートの差でしょうかね。であとはですね、この文字のサイズについてはミニの場合とプロの場合同じ文字の大きさで書いてもですね、こちら表示領域の違いで書ける文字数がね変わってきちゃうっていうんでね、これは慣れの部分もありますが違いがあります。でお次スピーカーです。でスピーカーはプロが4スピーカー、ミニが2スピーカーなんですけど、違いを聞いてください。はい、次はミニです。2スピーカー。とですね、これミニもねかなり検討してるんですが、やはりね動画の視聴なんかではミニで全然 OK なんですが、音楽ってなるとやはりプロの方がいい音だなと思います。でお次はセルラーについてです。でこちら iPad mini 第5世代はセルラーモデルで格安 SIM をね入れているわけですけども、でそれで非常にね活躍しています。ただこちらのプロについては自宅中心の用途になってきたんで今入れてないんですけどね。で持ち運ぶ必要があるとしたら、こちら、たまにだったらですね、この iPhone のインターネット共有、テザリングを使えばいいのかななんていうふうに思いますね。持ち出す頻度によって変わってくるのかなというね、ところです。はい、お次、2台併用はどうだったかということで、これ結論から言っちゃうとね、かなり明確に使い道が分かれてね、良かったですね。でもちろんねこれ贅沢なね使い方ではあるんですが、もうこのミニの方はね持ち運び、そして、自宅ではねプロというね、そんな住み分けがきっぱりねくっきりできて非常にね快適な iPad ライフです。でただねもし1台に絞るならっていうね話で、こちらね1台に絞るにあたってはやっぱりの用途にね、よって変わってくると思うんですね。例えばこの本格的に絵を描きたいっていうねクリップスタジオなんかが視野に入っている方はもうねこのプロが一択になってくると思います。であとは秋から、これリリースされる iPadOS なんかでパソコンに近いようなね使い方をしたいっていう方はね、これもねこういったキーボードが使えたりするっていう意味で、iPad Pro の方を選んだ方がいいのかななんていうふうに思います。逆にこの携帯性重視、持ち歩き中心ならね、この iPad mini でですね、で、さらにね、ペンシルも使えるようになったんで、手書きノート、手書きメモあたりはいいのかなっていうね、とこですよね。で、こちら価格表ですけども、このようにですね、結構ね、ミニ5と、プロ11インチ、値段に開き間があるんでね、そのあたりですね、用途が何になるのかに従ってですね、予算と相談していくという感じでしょうか。ただですね、そのミニの使い方というか、性能で良くて、こちらの大きさ、画面がね、大きい方がいいって方は、iPad Air の 10.5 インチっていうのが、専用のキーボードが使えるか使えないか以外はですね、ほとんど一緒なんで、こっちも選択肢になってくると思います。で、私が1台に絞らないといけないとしたらどうするかっていうとですね、私の用途のね一つにこの Adobe Illustrator Draw というアプリを使って、でこれペンシルでね手書きの絵を描いて、でそちらをですねデスクトップ版の Adobe の Illustrator に飛ばして追加した加工をしたりすることがあるんですよね。なのでねこうやって iPad でから送信してこっちでね自動的にね表示されるようになるんですけども、でこのデータを元にですね背景とか、追加の修正とかねそんなのをねやったりするってことがあるんで、この用途で言うとやっぱり Apple Pencil が、こうね、遅延とかね書きやすい、プロの方になってくるかなってねところで、こういったね手書きのノートとかについてはですね、正直言って書き味とかそんなには変わんないんですが、まあ一台に絞るならね、この画面サイズの大きい方の方がノートとしては使いやすいのかななんていうふうに思いますよね。で、あとはね、カメラの差っていうのが結構大きくて、 iPad にカメラの性能を求めない方もたくさんいるとは思うんですけどもね、私の場合ね、結構ね、家でね、撮ったりするんで、どうしてもね、この撮れる写真に違いが出てくるってことでね、プロは12メガピクセルなんですが、iPad mini の方は8メガピクセルで、だいぶね、この粗さが目立つっていうね、時はあるんですね。なんでね、まあこういった差も出てくるんで、まあ私は一台に絞るとしたら、やはりね、プロ11インチになってくるのかなっていうところで、なんでね、個人的にはミニサイズのプロなんてあったらね、結構嬉しいかななんて思うところはありますね。はい、ということで今日は iPad mini 5と Pro 11インチを2ヶ月半使って気づいたことをまとめてみました。それではまた。この動画が役に立ったと思ってくださった方は、いいね。そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。